ソフィア・ウラジミロブナ、ミンスクのソフィアは12世紀後半のデンマーク王妃である。母はポーランド大公ボレスワフ3世の娘のリクサである。父はおそらくミンスク公ボロダリとみなされている。ルーシの年代記にはソフィアに関する記述はなく、ソフィアの存在は西欧の資料上にのみ確認できる。すなわち中世デンマークの歴史家、サクソグラマティクスの著書、 クヌートの子孫の佐賀などにおいてである。同様にその出生地も不明である。しかし出自に関する論争において、ソフィアは伝統的にミンスク公ボロダリの娘とみなされており、この説はジェイガリンによってほぼ立証されている。なお、帝政ロシア出身の系譜学者 N バウムガウルテン、ソビート連邦の歴史学者イパシュトラは、ソフィアはノブゴロド公。 ウラジーミル・フセボロドビチの娘ではないかという仮説を唱えていたが、その場合、バルデマー・一世イは、いとこの名と結婚したことになり、このような隕石関係の可能性の有無が問われることになる。いずれにせよソフィアの父は、母のリクサにとっては二番目の夫ということになる。また、母は後に、スウェーデンをスベルケル・一世と結婚しており、ソフィアはスウェーデンで育った。 1154年、スウェーデンとデンマークとの同盟のために、デンマークのバルデマー一世との婚約がなされた。ソフィアはデンマークに所有地がなく、当時のデンマーク王クヌーズ五世の所有地の1、8を譲られることが約束された。婚約の3年後の1157年10月23日に、美坊でバルデマー一世と結婚した。結婚に関する記述は、12世紀の スラブ年代期に、デンマーク王バルデマールは、プリナランドのオーバラガと、王妃ジキザの娘、スフィアを妻としたと記されている。デンマーク王妃として2男4女を設けた。1182年に、バルデマー一世と死別し、1184年に、チューリンゲン砲派クルートビヒ三世と再婚した。しかし1190年に離婚し、デンマークへ送り返された。 1198年に死亡し、リングステズの王家の墓地の境界において、最初の夫であるバルデマー一世の隣に埋葬された。ソフィアは美しく、支配的で残酷、という記述が残されている。また後世に、肖像画が描かれている。サクソ、リブ、フォーティン・キャプチャー、ジックス、P408KNTL、BLS、242、24ガリン、 ベムバリエーションバルデマールデンストワーズドローニングソフィアヒスタースクティザクリフト FR フ,フィンランド 1976RG61Z セミネリアムコンディコビアナムプラハ T41931C95 から104 G ニーアリジスイマリアージュテーブル V45C421217 ファイファイ Z ザビ 税、二26904ありがとうございます。